ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。カモメひたひたに黒いインクにぶち込んでカラスにしてみたドッキリ。やり直した方がいいかな。2分間考えてこれからはい、本日の動画なんですけれども、はい、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになるんですけれども、トキリンシ始まりました武田の今日じゃないでしょ。もう 1000m とかだいぶ走ってるでしょ。いやでもあれはあくまでも飛行機です。短距離と長距離の走りに全く変わっちゃうんですよ。草野先生にも言われまして、短距離の走りに戻しなさいと。はい、すいませんでしたもう草野先生の言うことは間違いないから、ね、はい、まあでも基礎体力がつけた移行期ということで、まあ、今回の冬季練習真面目に今年もやっていきたいんですけれども、まあ、早速やっていくんですけど、はい、昨シーズン終了してからすぐ長距離企画に入って今に至るんですよ。だからいつもシーズンオフから冬季練習までって結構僕空いちゃったんですよね。1ヶ月か2ヶ月ぐらい。今年はシーズン遅くなっちゃったからちょっとコロナの影響とかもありまして間がなく、そんな感じですね、うん、ですので冬季練習しょっぱなからまあまあぶっ込もうかなと。ということで 200m27 秒切りで5分レストで4本やっていきたいと思います。いやー質高。それって俺もやるんですか？もちろんです。え、フルマラソン走ったの一昨日なんだ階段降りるのもうこうだよまあそれでさ、よしきさんさ、フルマラソンでさどこ痛いんだっけ？長径靭帯、膝、膝のあたりドピッタリなもの持ってきてます。あと僕にも今回の案件はドフィットしてます。プロフィットだけにドフィッツつってそれ挨拶するよかったちなみにこれもちょっといただいたやつなんですけど、よしきさんってもうお揃いのプロフィッツのマスク、うん、顔もシャープに見えますし、すごいつき心地いいですよね。弾圧固定サポーター。いやなんかさ、毎回このプルー上手くなってね毎回上手くなってコメント欄で言われるのも俺好きなんですヒカキンさん見てるんでね。見てんの？いや見てないですはい、ということで今回もプロフィッツさんのロングタイツ引き続きちょっと今回お仕事をいただきまして、弾圧固定サポーターということで、こちら足のサポーターなんですよ。膝の、嬉しい。ということで、まあ、僕もよく加速炎で膝が痛くてサポーターつけてたと思うんですけれども、今回それではなくこちらプロフィッツさんからいただいたサポーターをつけてお話ししていこうかなと。高校生の時から僕膝加速炎痛めててよく痛めるんですよ。なのでこの良さっていうのは多分人一倍伝えられるんじゃないかと。今までのレビュー動画で一番信憑性あると思います僕今回。さらに多分ヨシキさんは膝にサポーターってあんまつけられたことないと思うんですよ。ない。だからあんまり使ったことない人目線の感触も分かるし、サポーター御用達の俺の意見も聞けるから、膝にちょっと心配あるよとかもしかしたらためになる動画にはなるかなと思いますので、うん、今回これをつけて 200m やってきたんですけれども、まあ、もちろん僕も今痛いです。まあ痛いというかまあ多少違和感ありますと。でヨシキさんもフルマラソン後でちょっと痛めて、怪我ではないんだよね。怪我ではない。本当にまあ筋肉痛の超悪化したバージョン、うん、予防を兼ねて今回これをつけていただきたいということで、もう早速アップしてこれつけて皆さんに伝えていきたいなと思います。わかりました。27秒今の状態で多分いけないと思うんですけども、本当にまあフルマラソン2日後なんで、自分の走りの感触確かめながら僕も精一杯走ります。お願いします。僕もちょっと27秒切りまあまあフルスロットルなんでちょっと集中していきたいと思います。そうですね、はい、できるか分かんないからちょっとやってみます。では行きましょう。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで鳥肌めっちゃ立ってくれたじゃん。寒いね。まあ、よしさんどっち足痛いんだっけ？こっち。お、俺もこっち。お、一緒だ。生地感がね、すごい。そうだね、結構薄いっすね。めちゃ薄いんすよ。うん、薄型って書いてあるだけあるなといったところでございます、うん、多分この丸いとこに合わせて204本やるためにアップしてきて、うんうん、ジョグしたんだけど、うんうん、やっぱね、痛かった。あ、ちょっと痛いんだ。うん、でもちょっとサイズでけえな。膝って知ってるよいしょ。どうです？つけた感じは。いや、フィット感えぐ。え、俺こういうのつけるの初めてなんだけどさ、すごい安心感がやばいんだけど。他メーカーさんで2種類ぐらいつけたことあるんですけど、うん、一番気にならないですね。つけててやっぱ多少違和感出るんですよ、こういうサポーターって、まあ、よくも悪くも、まあ、しっかり弾圧してくれてるっていうのがあるんですけど、なんかこれポイントでこういう風に例えば横とかサポートが入ってて、あとはもうなんかこうあるだけみたいな、欲しいところだけにこうあって、あとはもう薄いですよみたいな。今から走るんですけど気にならなそうだっていうのはつけた感覚であります。はい、行ってみましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。We'll be right back.
これすげえよマジで。初めてつけるんだけど膝のサポーター、マジで変わるね、感動してる。僕いつもつけてるやつも中二病じゃないですかね皆さん。マジすげえわ。これは何分前？2分前1分前10秒前あと10秒。30秒前10秒前27秒0。ダッシュで行こうぜ。お疲れでした。それ気持ちかった。それ嬉しいな。いや気持ちよかった、うん、本当フルマラソン中1日焼けて俺230秒で走れると思わなかった。サポーターつける前まではぶっちゃけ俺40秒から36秒ぐらいで行けたらまあいいかなと思って言ってたもんね。つけたら安心感半端なくてグッてこう踏ん張れるから、踏ん張るとマジで痛かった。いや本当によかった、まあ、ということで、まあ、タイムは見ていただいた通りになります。70点ぐらい。今までずっと長距離してて、うん、そのスピード価格ってところがあんまり自分の中で分かんない中、遅いだろうなと思って入ってあんな感じだったので、そんなもんでしょっていう感じでございます。まあ70点ぐらいは上げたいなと思います。よしきさんもね、今言ってくれた通りサポーターつけてあそこまでスピードを出せると踏ん張れると思わなかったって言っていただいて、いや、まあうん、めっちゃ踏ん張れるこれ。膝のサポーターについてちょっと話させてもらいますけども、高校3年生の時は僕こういうサポーターみたいなつけてたんで、やっぱり最初この膝のサポーターつける時って慣れとか馴染みが必要なんですよ。あ、はい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 、多少は最初なかったものをつける時点で、まあ、違和感は絶対あると思うんですけれども、ずっとつけてきた僕でもやっぱ最初この馴染ませるのにちょっと時間かかるんですよ。なんか気持ち悪いとかね、プロフィッサーに限らず全部サポートしてくれるのは間違いないと思うんですけど、やっぱその馴染み度っていうのがめちゃくちゃ薄いんですよ。人によってはもしかしたらうわもうちょっとサポート性欲しいなって思う人もいるかもしれないんですけれども、十分です。あーなるほどね、はい、薄いんで秒で馴染むんですよ。なんか俺も他社つけたことないから比較はできないけど、気持ち悪い感覚とかない。あーそれ嬉しいですね。なんか分かりやすく言うとアームウォーマーつけてる感じ。あーいいですね。はいはい、僕もそれ今同じこと言おうとしたんですけど、うん、ロン帯切ってここにつけてるだけみたいな。あーそう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 、なのに着地した時にすごい安心感があるというか、うん、グッと踏ん張れるみたいな。マジで感動したね、っていうのがまず一つ大きな点。これって痛いからつけてるんですけれども、もう一つこれ大事なことがあって、予防にもなります。なるほどね。はい、痛めることが多いなっていう人がいるんだったら、負荷の高い練習の中で痛くなる前につけてやるっていうのも一つの大事な点です、はい、で僕も今ぶっちゃけそこまで痛くない。でもスピード出る練習の時は大体つけてます。まあ良くはなってきてるけど完治はしてないんで、悪化もしないように予防するためにっていう意味でつけてるので非常にいいものとなってるので、もうぜひ試していただきたいっていうのと、あとこれロングタイツ、はいはいはい、あれもめちゃくちゃ安かったじゃないですか、うん、これもドヤスイっす。いくらだろう、調べます。
予想していいですか、じゃあ。ヒント言おうか。僕2つ今までつけてきたんですけど、あの動画でよく見るやつだよね。はい、あれ4000円から5000円ぐらい。それから比べたらまあ安い。はい、10円。金銭感覚どうにかしない。これ誰推奨してると思う？これ誰？原監督が推奨してます。あの青学の。いやもう安心感半端ないなこれ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。はい、ということで本日の動画見ていただきましてありがとうございました。膝のサポーター以外にも今回ちょっとプロフィッツ様とお仕事させていただいている部分がございまして、今回ご紹介していきたいと思います。あのめちゃくちゃカンペあるんで、あのそこら辺はお許しいただきたいなと思います。原監督の公認のオンラインマラソン大会をプロフィッツさんがやっておりまして、日本マラソンサポートバイプロフィッツ、オンラインマラソンなんですけれども、僕の動画を見てくださっている皆様にもご参加していただきたいなと言ったことで、今回お話しさせていただいてるんですけれども、サポートバイプロフィッツ様ということで、おすすめポイントをいくつか紹介していきたいと思います。まず先ほども言いましたけど、原監督公認のマラソン大会ということで、青学をあそこまで飛躍させた天才的な監督でございますので、ぜひ皆さん参加してみてはいかがでしょうか。ちなみに僕も参加します。まあこちらは後でもう一回詳しくお話しさせていただきたいなと思うんですけれども、こちら参加するにあたってプロフィッツの公式 LINE アカウント、こちらを登録していただきますと、まあ友達登録ですよね、していただきますと、なんと原監督のメソッドをお聞きする、知ることができるということで、嬉しいですよね、非常に。こちらのイベントのさらに詳しい情報を話していきたいと思うんですけれども、エントリー期間が始まっていると、2020年の11月30日から2021年の3月14日エントリー期間が始まっている感じになっております。開催日時、2021年の3月6日から3月14日、ここまでが開催日時になりますので、間の期間8日間の間で皆さん走っていただいて、走った記録を申請していただくという形になります。エントリー方法がえげつなく簡単です。プロフィッツ様の公式 LINE アカウント、こちらを登録していただくだけでエントリー完了になります。記録提出方法になるんですけれども、スマートフォンのGPS ランニングアプリや GPS ウォッチに記録してある走行距離を提出していただくだけ、記録投稿フォームに記入していただくだけになります。非常に簡単ですのでね、参加特典が結構多くてですね、特別参加賞がまず一つあります。完走者の中から抽選で500円分の Amazon ギフト券がプレゼントされます。また優秀賞、各カテゴリーでこちらの上位2名者の方にプロフィッツ様からオリジナルポーチをプレゼントということで、さらに、YouTuber に勝ったでしょうという部門があります。こちらが、TKD、私 TKD プロジェクトと、ランタラのタナさん、そしてスイさん、タムジョの4名が今回アンバサダーに、ランニング系 YouTuber のアンバサダーに選ばれているんですけれども、その中で各部門に分かれてて、まあ、例えば今回武田でしたら、3キロ。僕が走った3キロのタイムに勝つことができたら、男女1名ずつ、オリジナルのプレゼントがあるということで、こちらもぜひチェックしていただきたいなと思います。皆さんぜひ勝負しましょう。かかってこい。あの相手はね、あのヨシキさんじゃなくて僕なんで、今回は僕の3キロなんで、多分とんでもなく遅いんで、あの武田枠がね、あの相当楽になりそうですね。といった形で、なかなか大変申し訳ございませんでした。ちょっとね、こちらのランニング系のイベントもしっかり盛り上げていきたいなと思いますので、皆さんもぜひ応募して、 TKD やタムジョ、ランタナさん、スイさん、みんなと戦いましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。